どうも、皆さん、こんにちは。着物です。本日はですね、2月に入りまして、ANA のクレジットカードの新規入会キャンペーンがですね、ANA 側で始まりましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、ANA 側のね、カードのキャンペーンがですね、2月1日からね、始まりました。いやね、非常に意外でございます。というのもですね、今ね、あの、クレジットカード会社側でね、あの、ある程度ね、キャンペーンがやっているっていう風になりますんで、 こちらね、今回のカード側のキャンペーンと ANA 側のキャンペーンで組み合わせていただくと、ANA アメックスゴールドとかね、14万マイル超えてきたりしますので、おそらく今回のね、キャンペーン過去最大じゃないのかな、なんていうふうに思いますので、このタイミングで ANA のね、クレジットカード発行検討されている方は、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい、ということで、まずですね、ANA のね、クレジットカードをこれからね、発行されようっていう方はですね、まずね、この ANA のクレジットカードには、マイもモプログラムっていうのがあるんですよね。こちらは、ANA のね、クレジットカードを保有している方から、紹介番号とお名前ね、いただくと、双方にね、マイルがもらえるね、制度があるんですよね。で、今回ね、ANA のゴールドカード、プレミアムカードとかね、今回紹介させていただくわけなんですけども、紹介して入会するとね、ゴールドカードであれば2000マイル、プレミアムカードであれば 1400マイルねこちら申請するだけでもらえるっていう風になりますんでこれからね発行される方は必ずねこちら、えー、申請してからですねカードね発行するようにしてください流れとしてはこちらで申請してからカード発行っていう流れになりますもしね周りにエネオカード持っていないっていう方は一応私のね紹介コードね概要欄に載せておきますんでぜひね、えー、利用していただければなぁと 思います。で、今回ね、始まったキャンペーンが誰かに教えたくなる事実ということで、ANA カード新規入会キャンペーン持っておくともっとお得ということで、今入会すると最大6万マイルがね、もらえるキャンペーンが来ているっていう風になるんですよね。もちろんね、こちらはカードのね、 種別によってえもらえるマイルね、ちょっと変わったりするんですけども、こちらね、すごいですよね。今まで ANA 側のキャンペーンでここまでね、マイルがもらえるキャンペーンってなかったと思うんですけども、今回ね、かなり強化されておりますよね。 で、えー、期間がですね、2024年の2月の1日から3月31日申し込み分まで。で、このキャンペーンは、ANA のサイトで参加登録は必要っていうふうになりますんで、入会後ね、確実にキャンペーンのエントリーね、忘れずにしてください。で、キャンペーンの内容なんですけども、今はね、話したところが2つね、記載されておりまして、利用額に応じてね、マイルがもらえるキャンペーンが行われております。カード利用期間が2月1日から5月の31日、マイル積算時期が2024年9月末時 っていう,ふうになりますで、カードによってですね、もらえるマイルね、異なるわけなんですけども、まあ、私はね、一番お勧めさせていただいている ANA のゴールドカードですね、JCB のお勧めさせていただいておりますけども、<laughs> ANA のゴールドカードであれば、10万円以上、50万円未満で3000マイル、50万円以上、100万円未満で1万5000マイル。 100万以上利用していただくと3万マイルがね、もらえるっていう風になるんですよね。で、またね、プレミアムカードね、今回プレミアムカード狙ってた方もね、非常におすすめっていう風になります。10万円以上50万円未満で5000マイル。50万円以上100万円未満で2万5000マイル。100万円以上利用していただくと5万マイルがね、もらえるっていう風になりますんで、 これすごいですよね。かなりね、びっくりしたわけなんですけども、プレミアムカードの場合はね、年会費はちょっと高いですけども、100万円以上を利用していただくとね、5万マイルもらえるっていう風になりますからね。で、またね、このプレミアムカードの場合は、通常入会ボーナスっていうのがね、1万マイルもらえますんで、入会して100万円以上使うだけで6万マイルもらえてしまうっていう風になりますんで、非常にすごいですよね。 で、対象カード一覧ということで、えー、こちらね、今回キャンペーンのね、対象カード、えー、一覧で見ることができますので、もしね、発行されたいカードございましたら、ぜひね、こちらに載ってるかどうかはね、確実にチェックしてから、えー、発行ね、するようにしてください。で、今回ね、いろんなカード紹介するわけなんですけども、ANA ーーダイナースに関してはね、ちょっとまた、えー、キャンペーンがね、別でやっておりますので、こちらね、後日紹介したいと思います。ということで、これがね、ANA 側でやっているキャンペーンっていうふうになります。で、次ですね、クレジットカード側で ね、やっているキャンペーンなんですけども。まず jcb のクレジットカードですね。最大158万、000マイルプレゼントということで、このね。数字はこのね。あのこっちのマイル数もね。入った数字になるわけなんですけども、このね。jcb のクレジットカードは？ 発行していただいて、お知らせメールの配信設定で、キャンペーンのエントリーですね。このページに来てエントリー。で、またね、会員ウェブサービスの myjcb にログイン。こちらをね、あの3つ条件がありますので、こちらを達成すると、利用額に応じてマイルがもらえるっていうふうになります。で、今回ね、JCB のゴールドカード、プレミアムカードにちょっと紹介させていただきますけども、ゴールドカードであれば、最大150万以上利用していただくと、3万マイル相当のお気取りポイント。またね、通常利用分ということで、 万5000マイル相当の置き時きポイントがもらえるっていう風になりますんで、最大4万5千マイル、えー、もらえるっていう風になるんですよね。で、プレミアムカードの方は150万円以上で4万9500マイル相当がね、もらえるっていう風になります。まあ、ゴールドカードね、まあ、ソラチカ、えー、ワイドゴールド、プレミアムカードっていう風になりますけども、ゴールドカードであれば、えー、150万。で、A a 側でね100、えー、100万円で3万マイルがありますんで、これだけ利用しただけでもね、4万5000の3万で、 7万5千枚ですか。めちゃくちゃすごいですよね。まあ、こういった感じでね、今回のキャンペーン利用することができるっていう風になりますんで、すごいですよね。で、またね、JCB カードに関しては、抽選のね、キャンペーンもいくつかやってるんですけども、これは抽選ですし、これはキャッシングなんで、まあ、こちらはね、ちょっとスルーしたいと思います。で、3つ目ですね。 a n p ペイの方でもね、キャンペーンやっておりまして、それがね、こちらになります。こちらはね、ビザカードでも、え一部ね、利用することができるっていう風になりまして、1、2、3とね、分かれているわけなんですけども、1と2はねえ、ビザカードでもね、利用することができると思います。で、3つ目がね、JCB カード入会限定っていう風になりますんで、3つ目のね、JCB カード入会限定のキャンペーンだけ、JCB でね、利用することができるっていう風になります。で、こちらのね、キャンペーンもですね、エントリー、 がね必須になりますので、エントリー忘れずにしてくださいでこちらはね、2月中でね、キャンペーン終わってしまいますので、もしね、このキャンペーン利用される方は、できるだけ早めにね、利用するようにしてください。で、特典1ですね、ANAPay に新規登録し、ANAPay で3000円以上決済すると500マイルプレゼントということで、こちらの1のキャンペーンだけ、こちら ANAPay がね、新規入会者のみね、対象っていう風になりますんで、 これだけね、あの、今も a n a p a 私の動画見てる方ね、参戦してる方多いと思うので、ほとんどの方取れないと思うんですけれども、新規入会の方のみ利用することができます。で、二つ目ですね。a n a p a に ANA カードから5000以上のチャージすると300マイルプレゼントということで、こちらはね、すでに a n a p a 入会されてる方も対象で、ANA カードから ANAPay にね、5000以上チャージされた方へ、一律300マイルのボーナスマイルがもらえます。で、次ですね。 え、こちらが JCB カード入会者限定になるわけなんですけども、JCB から3万マイル以上ね、チャージしていただくと4200マイルがもらえるっていうふうになります。こちらもすでに ANAPay に入会されている方も対象っていうふうになりますんで、先ほども言いましたけど2月中にこのキャンペーン終わってしまいますので、ANAJCB カード発行される方は参加登録忘れずにしていただいて2月中に 3万マイル3万円以上ね、チャージするの忘れずにね、利用してください。ま、あこれでね、こっちとこっち取れるっていうふうになりますんで、もしね、これも対象の方は3000以上ね、利用していただく必要がございますので、まあ、iPhone の方はね、モバイルスイーターとかとかにね、Apple Pay でチャージすればもう OK っていうふうになりますんで、まあ、ちゃちゃっとね、達成しといてください。で、このね、ANA のね、えー、JCB のクレジットカードね、ゴールドカードとプレミアムカードのみですね、発行される方は、 ポイントサイトね、経由して発行をお勧めしております。こちらね、ポイントインカムから特別 URL ね、いただいておりますので、もし発行される方は、 マイトモプログラムに、まず申請していただいて、その後ですね、ANA の JCB ゴールドカードを、ポイントサイト経由で発行していただければ、発行するだけで、プラス4千もらえるっていうふうになりますので、これも3000マイルぐらいにね、ANA マイルに交換することができるっていうふうになりますんでね、JQ 水ホルートで。持ってない方は半分の2000マイルになるかな、なんていうふうに思うんですけども、こちらもね、 発行するだけでその分もらえるっていう風になりますんでね。ぜひこちらは経由してね、発行していただければなと思います。剣士は a n n の JCB ワイルドゴールドカードと ANAJCB カードプレミアムということで、一般カードはね、残念ながら対象外なんですけども、ゴールドカード以上発行される方は、 経由してね、発行してください。これがね、JCB のキャンペーンですね。で、次にアメリカンエクスプレスですね。こちらは、えー、紹介プログラムをね、利用した、えー、マイル数になりますので、もしね、まだ見てないよっていう方は、アメックスの紹介プログラムね、変更されましたんで、まあ、その動画ね、あの、概要欄か、右上の方にね、載せておきますんで、そちら一回見てからですね、こちらの動画ね、続き見ていただければなと思います。こちら、ANA アメックスの一般カードですね。こちらが合計3500マイルがね、もらえるキャンペーンが来ております。 こちらも、このキャンペーンと、この ANA のマイトモプログラムと、このキャンペーンがね、併用して利用することができるっていう風になるんですよね。このね、ANAPay のね、キャンペーンは、残念ながら ANAPay はね、アメックスからチャージすることできませんので、こちらは対象外になります。で、こちらですね、まず入会で1000マイル。で、えー、入会後3ヶ月以内に15万円以上利用で2000マイル。 え、入会後、3ヶ月で45万以上の利用で、さらに1万マイル。まあ、これ、ボーナスポイントって書いてますけどね、ポイントをマイルに交換すれば、1ポイント1マイルでね、交換することができます。で、紹介プログラム限定ということで、3ヶ月で70万以上の利用で、さらに1万5 0 0 0ポイントということで、合計ね、3万5 0ポイントが獲得することができるっていう風になります。で、次ですね、ゴールドカードの方は、11万マイルっていう風になりますんで、このキャンペーンと、 このキャンペーンと、えー、こちらを合わせるとね、14万マイル超えてきますんでね、かなりすごいですよね。ちょっとね、合計したの後でね、表示させていただきますけれども、こちらは入会で2000マイル。で、入会月から3ヶ月以内に45万円以上で1万5000マイル。で、えー、3ヶ月以内に120万以上の利用で、さらに3万3000ポーナスポイント。こちら1ポイント1マイルに交換できますんで、マイルですね。で、紹介プログラム限定で150万以上で、さらに4万5000、 ポイント、マイルですね、獲得することができて、えー、通常ご利用分ですね、150万円分ね、決済したものが、えー、プラスされて合計11万マイルがね、獲得することができるっていう風になるんですよね。で、このね、ハメックスの方のね、キャンペーンは、えー、3月の13日にね、終了いたしますので、まあ遅くてもですね、3月の上旬までにはですね、発行する必要が ございます。まあ、こういった形でね、やっているっていう風になるんですよね。ANA、ね、アメックスゴールドカードとかね、14万マイル超えますんでね、非常にすごいですよね。で、ちょっとね、私の方でね、基本スペック等々もね、まとめさせていただいたわけなんですけども、それがね、こちらになりまして、まずね、今回、プレミアムカードもね、おすすめっていうね、話をさせていただきましたけども、このね、ANA ビザプレミアムカードっていうのもですね、結構人気のあるね、 クレジットカードで、ANA マイルね、基本で1.5%還元が取れるクレジットカードなんですよね。で、今回のキャンペーンね、100万円利用すれば5万マイルもらえるっていう風になりますんで、ANA ビザプラチナプレミアムカードね、発行されたかったっていう方はですね、今回のキャンペーンで非常におすすめです。マイトもプログラムと、えっと、ポイントサイトもないですし、 ビザカード側のキャンペーンはね、ないんですけども、まあ、100万円使えばねえ、5万マイルもらえるっていうふうになりますんで、これでね、かなりいいのではないのかなと思います。で、こちらはですね、まずキャンペーンをまとめると、マイトモプログラムで5400マイル。で、入会ボーナスマイルで1万マイル。で、100万円利用していただくと、え5万マイル。で、ANA キャンペーンですね、こちらが3000。 の決済で500マイル。こちらは新規ユーザーのみですね。で、次に5000円以上チャージしていただくと300マイルということで、こちらを合計すると、66,200マイルがね、獲得することができるっていうふうになるんですよね。この ANA ビザプラチナプレミアムカードは、年会費はね、プレミアムカードということで、88000、結構高いですけれども、えー、還元率はね、1.5%還元。またね、ANA マイルのね、最大還元率は、えー、キャッシュ、 a n a p イで利用していただくと2%還元まで上げることができます。で、ANA の航空券、工入時事は100円で3%。 5マイルがまるで、またね、マイル移行手数料はかからないで、入会と継続で1万マイル。で、搭乗ボーナスが50%ついて、旅行保険は、あ、こっちら失礼しました。こちら自動負担ですね。で、空港ラウンジはカードラウンジと、国内線限定で ANA のね、ラウンジが利用することができるっていうふうになります。国際線は利用することができません。で、プライティパスもね、利用することができて、国際ブランドは Visa ですね。はい。で、発行元は三井住友カードを発行しているクレジットカードっていうふうになります。 ますですので今回のね ana ビザプラチナプレミアムカードね発行されたいっていう方もまあ、合計ね6万6千200枚でね獲得することができるっていう風になりますんでぜひね発行されたかったっていう方はですね今回のキャンペーン中にね発行していただくのがねおすすめっていう風になりますで次ですね ANA JCB ワイドゴールドカードということで、キャンペーンまずね、紹介しさせていただきますけども、JCB のキャンペーンが150万円で合計4000、4万5000マイル。で、ANA 側のキャンペーンで、毎友で2000、入会で2千100万円の利用で3万。で、ANA p のキャンペーンね、全部取ることができれば合計8万4000マイル。さらにね、ポイントサイトの案件がありますんで、半分でね、ポイントサイトのポイントを交換していとしても、8万6000マイルね、 獲得することができるっていうふうになりますんで、まあ私ね、ANA の ゴールドカードで、一番ね、今お勧めさせていただいているのは、やはりね、旅行保険が自動付帯のね、JCB カードをお勧めさせていただいているっていうふうになります。ですので、このね、お勧めしているね、JCB ゴールドカードがね、84000マイルはね、獲得することができるっていうふうになりますんで、かなりお勧めです。で、このね、あの、JCB のね、カードをお勧すすめすると、海外で利用できない、あの、利用できないこと多くないですかっていう話をいただくんですけども、あの、基本的にね、ANA のクレジットカードで、 でで利用すするってていいうのはねねおすすめしてないんですよ、ね、というのも、やはりね、ANA のクレジットカードっていうのは、まあ JCB と三井住友カードとかね、発行元ありますけれども、基本的にね、外貨手数料が高いですので、 私がね、お勧めさせていただいているのは、こちらのクレジットカードですね。三井住友プラチナプリファード。まあ、こちらはですね、年間で、ね、100万円使えば、え還元率が2%、ANA ーーマイル還元率も1.4%還元で利用することができるね、クレジットカードで、プレカツみ食べてもね、5%還元で利用することができて、あの、毎月マックスで積み立てれば、年間3万 V ポイントがで取れて、それをね、マイルに交換すると、こういった感じでね、2万1000とか、ジャルマイルだったり1万5000マイルね、 交換することができて、今現在のルールだと、この投資信託で、ね、購入した分も売却してもね、問題ございませんので、こちらのカードがね、非常におすすめです。で、これがね、なんでおすすめなのかというと、このプラチナプリファードっていうのはですね、外貨決済が3%還元なんですよね。ですので、このね、JCB カードとかでね、切ったら2.2%上乗せされてね、請求来ちゃったりするんですけども、このカードも2.2%上乗せされます。されますけども、 それ以上の還元がね、もらえるっていう風になりますんで、もしね、海外で利用されたいっていう方は、このプラチナプリファードね、利用していただくかが、イデアとかですね、レボリュートとかね、あの、外貨決済手数料がね、かかんないものを海外ではね、利用していただくのがおすすめっていう風になります。まあ、プリペイドなんで、あの、イデアとね、レボリュートはチャージしたりね、する必要がございますので、まあ、一番楽なのはね、こちらです。プラチナプリファードね、年会費は高いですけれども、こちらの特典があったりね、対象点7%還元も使えます。 まますすんで今ね非常におお勧めさせてていいただいておりますこちらもね、あのー、紹介特典のとかも、ね、ありますんで、もし気になる方は概要欄ねぜひチェックしてください。まあ、こういった感じになっておりますので、ANA の JCB ゴールドカードをね、あのお勧めさせていただいておりますけれども、海外では別のものをね使うのがお勧すすめっていうふうになりますかね。こちらのクレジットカードね、年会費1万5千0百円、貯まるポイントは JCB なので、お気づきポイントが貯まります。で、有効期限が3年、AL、a n マイル還元率は1%、最大還 月はということでこのね、JCB のクレジットカードには、スターメンバーっていうね、年間の利用額に応じて、翌年ボーナスポイントをもらえるシステムがあるんですけども、それでね、年間300万決済すると、そのポイントを NA マイルに交換すると、1.075%還元っていう風になります。で、NA の航空券購入時には2%、100円で2マイルがついて、マイル移行手数料はかからない、入会継続ボーナスマイルは2000マイル、登場ボーナスは25%、旅行保険は自動付帯これが はね、ANA の JCB ゴールドカードの一番ね、おすすめポイントなんですよね。やはりね、ANA のゴールドカードで、自動付帯っていうのはダイナースと JCB ぐらいかなっていう風になりますんで、ビザがね、昔は非常に人気があって利用することができたんですけども、ちょっと前にね、あの利用負担に変更になってしまいましたので、こちらね、非常におすすめポイントですね。 で、空港ラウンジやカードラウンジが利用することができて、一応ラウンジキーも有料1回32ドルとかでね、利用することができます。で、プライティーパスは利用することができなくて、国際ブランドは JCB っていう風になります。まあ、こちらね、年会費15,400円の年会費で、えー、SFC にもできて、またね、84,000マイル最大取れるっていう風になりますんで、 今回のキャンペーンでね、発行されたいっていう方も非常にいいですよね。それでは次にですね、ANA JCB プレミアムカードですね。こちらね、今回のキャンペーンで、この JCB のプレミアムカードね、ちょっと年会費高いですけどもね、発行されたいっていう方も結構おすすめです。まあ、キャンペーン自体はですね、ゴールドカードとほとんど一緒なんですけども、この100万円利用時のね、えー、利用額に対してのマイルが、プレミアムカードの場合はね、5万マイルっていう風になりますんで、すごいですよね。ですので、えー、合計ね、119,900 100でね獲得すするることができるっていう風になりますスペックはね、やはりプレミアムカードということで、年会費はちょっと高いんですけども、還元率はね、基本で1.3%。で、ANA マイル最大還元率は1.375%。これは先ほど言ったスターメンバーですね。で、ANA 航空券購入時には100円で3マイルが貯まって、 マイル移行手数料は無料。継続ボーナスマイルは1万マイル。搭乗ボーナス50%。旅行保険は自動負担。で、空港ラウンジはカードラウンジと、またね、国内線のみ ANA ラウンジがプレミアムカードなんでね、利用することができます。で、こちらね、プライティパスとかもね、利用することができるっていうふうになりまして、国際ブランドは JCB っていうふうになります。まあ、こちらね、合計11万9900マイル。ポイントサイトの案件を入れると、12万マイル超えるっていうふうになりますんでね、 このタイミングで ANAJCB プレミアムカードもね、非常におすすめです。それでは次にアメックスですね。一般カードとゴールドカードということで、一般カードからね、見ていきたいなと思うんですけども、一般カードはですね、ちょっとゴールドカードの年会費を払いたくないよっていう方は、こっちがおすすめですかね。こちら7700円で、ゴールドカードの方は、 え、34,100円なんで、ちょっと違いますよね。その代わり、この ANA メックスの一般カードの痛いところは、ポイント移行するときにね、あの、お金がかかるんですよね。これがちょっとね、痛いポイントっていう風になりますんで、まあ、ここだけ飲み込める方はですね、こっちでもいいのかなっていうところですかね。で、年会費は7,700円。貯まるポイントは ANA メックスリワードポイント。 え、有効期限は、こちらのポイント移行コースで登録していただくと、無期限でね、利用することができます。で、マイル還元率は1%。ANA 航空券購入時は2.5%還元。マイル移行手数料は6600円ですね。で、入会と継続ボーナスマイルで1000マイル。登場ボーナスが 10%で、旅行保険と、えー、プロテクションもついていて、この手荷物高いサービスなんですけどもえ、帰国時のみ成田中部、関空で、えー、無料でね、スーツケース1個、えー、送ることができます。で、空港ラウンジはね、 一人ね、アメックスの場合は一人同伴1名までね、無料で利用することができるっていうふうになりまして、プライティパスは利用することができません。で、国際ブランドはアメックス発行元もアメックスのクレジットカードっていうふうになります。で、こちらのね、キャンペーンなんですけども、このアメックスのキャンペーンと ANA 側のね、キャンペーンが併用することができて、 え、合計すると45,500マイルがね、獲得することができるっていう風になります。まあ一般カードね、7,700円でちょっとね、移行手数料かかっちゃいますけども、45,500マイルね。 今までね、ANA a,、N、a m ク x の一般カード35000万5千マイルぐらいがね、一般的だったと思うんですけども、今回のキャンペーンね、かなり強いですよね。で、次にね、ANA a,、N、a m ク x ゴールドカードですね。こちらは年会費34100円貯まるポイントは ANA a,、N、a m ク x リワードポイント。で、この ANA a,、N、a m ク x のゴールドカードになるとですね、やはり年会費が高いということで、有効期限もなくなりますし、 えっと、移行手数料もね、かかりませんので、私個人的にはこっちの方がねえ、おすすめです。ちょっと年会費は高いんですけれども、うん、マイルもらえる前のね、2倍以上もらえますんでね。で、ANA マイルの還元率は1%還元、航空券購入時には3%還元ということで、ANA、うん、アメックスゴールドカードのね、強みの一つとして、航空券、よくね、ANA のね、航空券購入される方は、100円で3マイル貯まりますんでね、非常に強いですよね。 で、決済ボーナスということで、年間300万円決済すると、1万スカイ5人がね、獲得することができます。で、入会の継続ボーナスマイルということで、2000マイル。で、登場ボーナスは25%。旅行保険は利用負担。プロテクションはショッピング、オンライン、リターン、スマートフォンプロテクションがついて、手荷物高いサービスが羽田、成田、中部、関空で帰国時のみ利用することができます。で、空港ラウンジは利用することができて、同伴1名。で、このね、 エーネアメックスゴールドカードはですね、ちょっとパース数が抜けてます。すいませんね。 プライティパスがね、年間2回までね、利用することができます。利用することはできるんですけども、アメックスのクレジットカードが発行している、え、プライティパスっていう風になりますんで、ボテジューとかね、レストラン特典、先日ね、あの、ラックっていうね、足湯のところあったりしますけども、ああいうところは利用することはできません。あくまでラウンジであれば、年間2回まで利用することができます。で、発行国際ブランドは、アメリカエクスプレスがね、発行しているクレジットカードっていう風になりまして、で、キャンペーンですね、入会ボーナスで2000円 で3ヶ月以内に45万で1万5千、120万以上で3万3 0 0 0 150万以上で4万5千。で、通常利用分150万円決済で1万5千ということで、この通常利用分っていうのは、アメックスのね、あのクレジットカード、まあアメックスはね、あの税金とかですね、病院とか、そういったところはですね、ポイント半減したりするんですよね。ですので、そういうところで使わない分の150万なんで、これだけ注意してください。まあアマゾンギフト券購入とか大丈夫なんですけども、au ペイチャージまあ一月5万までしかできなくなりましたけれども、まあそういったところで利用すると、このマイルはね、 取ることできませんので、ショッピングでね、利用するように、あの、気をつけてください。あの、ポイントがね、ちゃんと不要、満額取れないところはえ、概要欄に載せておきますんでね、そこからぜひチェックして、あの、ちゃんとね、ポイント取れるようにね、していただければなぁと思います。で、ANA 側のキャンペーンが、毎年2000マイルで、100万円利用すると、3万マイルということで、両方利用するとね、14万2000マイル、最大でね、獲得することができるっていうふうになりますんで、これはね、かなりすごいですよね。 ANA Amex ゴールドカード d ね、発行検討されている方は、こちらのキャンペーンね、先ほども言ったと思いますけども、3月の13日だけ。はい、終わりますんでね、それまでに発行ね、検討していただければなぁと思います。はい、ということで、今回ですね、ANA のクレジットカードの新規入会キャンペーン、まとめてね、紹介させていただきましたけども、 いやね、すごいですね。とうとう14万マイルをね、超えるということで、まあもちろんね、あの、ANA アメックスプレミアムカードっていうね、年会費10何万するカードだと、あの20万マイルぐらい超えるんですけども、 ま、14、15万ぐらいの年会払わなきゃいけないんでね。ちょっとそこはね、割愛させていただいておりますけども、年会費ね、34,100円の a n アメックスゴールドカードでもね、14万マイル超え、えー、獲得することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、発行検討されている方はですね、利用ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターインスタグラムライン LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、プライティーパースのおすすめがわか,かる PPC マイル診断ポイントサイト診断ちょっとね時間をつき下がったね作らせていただきたマイルクレカ診断も最近ねこちらから無料で利用することできるようになりましたのでぜひねチェックしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ